じられし闇を語るなの。闇に見入られ鬼となる。このお話はですね、神奈川県に住んでる男の方から、いただいたんですね。で、今ちょうどね、30代の後半ぐらいなのかな。ちょうどね、学生を卒業してね、社会人になったぐらいの時に、お父様がね、亡くなっちゃったらしいんですね。で、お母様と二人でね、こう、しばらく生活をしてて。で、そこから学校に通う、会社に通うようなことをしてたんですね。で、いつものように、家から出て、近くにあるバス停に行って、で、バス停でね、バスに乗るのを待ってたんですね。で、その日は自分のね、並んでる列の前に一人おじいさんみたいなのがね、お年寄りが立ってたんですって。で、見かけたことない。いや、毎日乗ってるんだけど、毎日乗ってる中でも見かけたことのないおじいさんがいたんで、今日はね、他に誰も来ないのかなと思って見るんだけど、自分とおじいさんしかそのバス停に立ってないですね。で、時計を見て、もうすぐバス来るのかなと思いながらこう待ってたんだけども、時刻通りバス来ないんですね、なかなかね。で、これじゃあちょっとね、会社遅れちゃうなと思ってずっと待ってたら、道の向こうから白い1台の車が走ってくるんですって。で、あの車なんかうちに昔乗ってた車にそっくりだなと思いながら見てたら、その車がずっと走ってきて、で、バス停のところに、横のところに止めるんですって、車が。で、あれと思って、こんなところにね、止まっちゃったらバス止まれないしな、邪魔だなと思って見てたら、そこから一人の男が降りてきて、運転席が降りてきて。で、車をぐるっと歩いて、車の前に来ると、そのお年寄りと喋り始めたんですって。で、何を喋ってるかよくわかんないんだけど、なんかそのね、お年寄りと二人でこう喋ってるんで、あ、なんか喋ってるなって。でも、こんなね、ゆっくり喋ってるとバス来ちゃって邪魔になるよなと思ってずっと見てたら、それ、自分の父親にそっくりの男の人なんですって、よく見ると。いや、うちの父親、亡くなった父親にそっくりだなと思ってずっと見てるんだけども、ますますね、父親にしか見えないんですって。で、と思ってるうちに、その、喋ってるね、男の方が気づいたんでしょうね。こっちの方を見て、で、目を合わすんですって、自分の方に。で、と思って自分でちょっと目をね、反らしてこうやってやってると、おいって声かけられる。はい。で、顔を上げてみると、おう、久しぶり、乗ってくかって言うんですって。え、会社行くだろ、遠慮しないで乗ってけよって言うんです。いや、知らない人に乗れないですからって言ったら、知らないわけじゃないだろ、お前の親父だよって言われるんですって。いや、うちの父親死んでるし、でもそっくりだし、父親にしか見えないんだけども、えと思ってると、父親がね、ぜひ乗ってけよ、駅まで送るよって言うんです。で、その時に、あ、これ、もしかしたら乗ったら違うところに連れて行かれるかもしれない。ちょっとやばいと思って、あ、大丈夫です。乗らないで大丈夫です。もうすぐバス来ると思うんで。っていうふうに断ったんです。そしたら、そうか、じゃあ俺先行くよって言って、その男の人、ね、父親にそっくりの男の人は車に乗って、そのまま走り去ってたんです。で、ああ、何さっき喋ったんだなと思って、そのね、バス停に待ってるもう一人のお年寄りに話を聞こうと思ってみたら、そのお年寄り、どこにもいないんですって。ほんの一瞬の間にいなくなっちゃったんですね、そのお年寄りの方も。結局自分一人、そのバス停に立ったまま、バスが来るのを10分ぐらい待ってたらしいですね。で、仕事にその日行って、で、帰った後に母親に、実は今日ね、バス停に待ってたら、そしたら親父に会ったんだよって話をしたんです。そしたらそのお母さんが、私もなんか今日嫌な予感がしてたんだと。で、あんたね、それ乗らなくてよかったんだよ、多分。乗ったらね、お父さんのところに連れてかれたかもしれないよって言われて、やっぱりそうかなと思って、後でね、ゾッとしたっていうことをね、お話しいただきました。ね、なんか不思議なお話だと思います。はい。